今日は2016年の2月29日の座り込みですけどね、せっかくだから見せてもらおうかね。上田さんと根津さんが来てくれてます。教科書を取り戻す一斉育放射、育放射というのか、育放射採択阻止の戦いっていうのがあって、これは右翼の教科書だったんだけど、それを滋賀県と大田区と、これどういう話？ごめんなさい。滋賀県と大田区はね、育放射の教科書にされたんだけれど、これを撤回させた。今度は採択させなかった。そういう話だそうです。これは何ですか？この、ね、河原さん、根津さんをの会でやるんです。の会でそれを、この集会をやるってことね、はい、そういう話です。そうです。3月の6日に3月の何日6日に、場所は国分寺老舗。国分寺老舗だそうです。でそこに来てお話をする人が90歳ということですか？そうです。とりあえず根津さんは忙しいです。今ね、大変です。90歳にな周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私は以前ここにありました沖電機という会社を当時から続いておりました、差別やいじめの労務政策を批判し続けておりましたがために、不当解雇され以来35年間戦いを続けております田中哲郎と申します。私が解雇された日にちが1981年の6月29日でありますので、毎月29日は座り込み行動を行っています。私の戦いの相手は沖電機だけではなく、現在の日本の大企業、それによって翻弄されている日本の政治、今日も衆議院の予算委員会で午前中に民主党の議員が質問しておりましたけれども、労働者移動支援促進法ですか、要するに企業が雇っている人を他の会社に送り出してしまう、派遣労働者なんかを送り出してしまうのが非常にやりやすくなる、そういう派遣の業務を行う企業が自動的に1件あたり10万円もらえるわけで、そのために会社の方も労働者をクビにしやすくなるのが実情ではないかという指摘がされていました。で、そういうことをやったら本来違法じゃないのか、辞めさせてない人間をその派遣会社の研修のところに無理やりに放り出して、そして自分の仕事を新しく見つけろ、そういう命令が合法的にされてしまうような仕組みに今なってしまっているわけです。本来は企業はその人の能力不足を理由にクビにしちゃいけないわけなんですけども、会社にとって嬉しくないような人間がいた場合に、そういうふうなところにその仕組みを利用して、お前はもううちの会社では仕事がないから、ここに行って派遣のところに行って自分の仕事を見つけろというふうに追い出してしまう、こういうことが今の政権によって当たり前のように行われている。その結果、
働く人の多くは自分の持ち家を持つどころか結婚すらできない、そういう状況というのがあるわけです。これはまさに日本の大企業の利益になる政治を今の日本の社会、日本の政治家たちが行っている。なぜならば政治家の多くは大企業から金をもらっている。そして官僚の多くも天下り先、場合によっては賄賂をもらったりしているために常に企業の側に立ってしまっているわけです。その結果いつまでたっても結婚もできなければ、結婚しても子供も持つこともそう簡単ではない、そういう状況がずっと続いている。そしてさらには企業の中で差別やいじめが行われていることに社会が目を向けない、いじめが当たり前に行われて、そのことに社会が目を向けない。今 NHK なんかがいじめ撲滅キャンペーンということをやってますけども、私はこういうキャンペーンの番組の中で大人社会のいじめのことを取り上げて子どものいじめと比較しているのを見たことがない。全部子どものいじめは子どもの問題だというふうに片付けて、大人社会でどれだけいじめが行われているのか、企業の中で、そして正義という言葉がどれだけないがしろにされているのか、警察ですらもう犯人でっち上げのために嘘を公然とつく、そしてそれを裁判所が追及できない、裁判所も一緒になって冤罪を作り出して、その結果誰かが被害者に謝るか責任を取るかって謝らないわけですよね。要するに正義という感覚というものが今の日本の社会の中では欠落している。それらは私はやはり今の日本の大企業が端を発しているんだというふうに思います。今日は座り込みに上田さんと根津さんが来ておりますので、一言ずつちょっとここで喋ってください。お願いします。こんにちは、通行の皆さん、危ないですね、ごめんなさい。いじめの問題ですけど、いじめをする側はいじめが悪いとは大人になってれば分かってるらしいんだけど、子どもたちは分からないらしいんですね。いじめてるのが良くないとは。でそれはいじめてる側もやっぱり普段からいじめられているからだというふうに私は思います。勉強でいじめられたり、お前は人間としてダメだというようなことを周りから言われたり、そういう連中が自分より力の弱いやつをいじめて鬱憤を晴らしているということが多いと思います。いじめをどうやってなくすかということは本当は大人の問題なんだと思いますが、今田中さんが、おっしゃったように大人の側のいじめの問題をちゃんと突き詰めて考えて解決していかない、それが子どもの方に反映しているんだという気がします。学校からいじめをなくすということは社会からいじめをなくすということと同時に考えていかなきゃいけない問題だと私は思います。ご通行中の皆さん、今私たちはここで、34年と9ヶ月前に、ここにありました沖電機を不当にも解雇された田中哲郎さん、処分解雇されたのが29日でしたので、今日も2月の29日うるう年の今日のこの日、ここで座り込みをしています。まさに職場でいじめを受けた、会社からいじめを受けた、それによって解雇というふうになったわけです。ではなぜ解雇になったのか。悪いことは悪いとはっきり言ったこと、そのことによってクビにされたわけです。権力を持っている会社の社長、役員はクビにすることなんて簡単にできるわけです。田中哲郎さん、職場でおかしいことがたくさん起こっている、職場で組合がまくチラシを取ればそれによっていじめを受ける、そういう組合になっていきました。その中で田中哲郎さんは
それはおかしいということで、組合の役員選挙に立候補した。そうすると組合までこぞって田中さんを排除しようとした。その結果行われたのが田中さんの不当解雇でした。職場の人たちはますます黙っていく、おかしいことおかしいと言えない、そういう職場になっていったわけです。今日本のそこら中の会社で不当な扱いを受けた、残業代をきちんと払ってほしい、そういうことを言う、一言言う、そうするとそのことで、クビになりいじめを受けるということが頻繁に行われています。珍しいことではありません。皆さんもその経験があるんではないでしょうか。それを黙っていたら社会は一向に良くなりません。戦うことでしか、声をおかしいことにおかしいと声を上げることでしかこの世の中は変わっていかないと思います。皆さん、おかしいと思った時に声を上げましょう。その時きついかもしれないけれども、確実にそういう人たちが集まれば世の中は良くなるはずです。今働けない人たちがたくさんいます。若年層の人たち、職に就くことができない、それが当たり前になっていますが、それを変えていくのはきちんと自分の言葉でおかしいことをおかしいという、そのことから始まると思います。皆さん一緒に声を上げましょう。はい、どうもありがとうございました。根津さんは私が紹介するまでもなく、日の丸君が代の強制問題とずっとも人生をかけて戦ってきた人ですね。で、先ほどのいじめ撲滅キャンペーンを例にとって言うならば、まさに大人の社会でのいじめの最たるものが日の丸君が代の強制ですよね。正義感というものを全く無視して、本来は憲法で思想信条の自由は保障しなければならない、表現の自由の優先的地位という憲法学上の考え方がある。表現の自由や思想信条の自由は憲法の中で保障されているさまざまな自由の中で、例えば経済的自由だとかいろいろな自由というものがあるわけです。その中でも特に優先的な大事さをみんなが認識しなければならないというのが現在の憲法学者の基本的な考え方ですよね。なぜ大事かというと、これが侵された場合には国家権力が暴走して取り返しのつかないことになる。その経験を我々は繰り返してきたからこそ、この自由というのは守られなければならない。日の丸君が代の反対運動をしている人たちはたまたまこの歌や旗が嫌いだからそれを言っているのではなくて、その基本的な憲法で守られなければならない最も重要な部分にこれが抵触しているか、それを犯しているから反対しているわけですよ。にもかかわらず国家権力はそれらを罰則でもって強制していることをずっとやってきているわけです。この間岐阜大学ですか、そこの学長さんが自分たちの学校の入学式卒業式ではこれを使わないと言ったら、文科大臣がなんかチャチャを入れてましたよね。結局圧力かけてるわけです。これ非常にけしからん話ですよね。この表現の自由の優越的地位というのはもっと国民が認識してそれを守っていかなければならない。そして先ほどのいじめ撲滅キャンペーンの立場で言うならば、こういうことを国家権力がやって教員をひどい目に遭わしていることから目をそらしていてですよ、子どもたちに正義とは何か、いじめとは悪いことなんだということを言えますか。教育委員会が日の丸君が代を命がけで大事にして守って、いわば表現の自由の優越的地位を一生懸命命をかけて守っている人たちに対して罰則を加えてひどい目に遭わしている、こういう状況で子どもたちにいじめは悪いですよ、正義というものを大事にしましょうなんていうことが言えますか。言えるわけがないと思いますよ。この辺のところを今の日本人全然分かっていない、そういうふうに思います。今日は2月の29日なので、私が門前に立っていて、今日はお天気が良くて暖かいんですけど、この高は寒いです。
早く暖かくならないかなと思いながら作った歌を歌っておしまいにします。私に届き始める。出勤の人なめが目をそらしながら門の中へと流れ込む。指先に穴を開けた軍手で板を抱えて叫ぶ。生きてくれ生きてくれ、人間として見えている。ものか目を背けないで生きてくれ。人間として私もここで生きている。変わってくれる。出勤の人波が途絶える頃、マイクと旗をしまう。生きてくれ生きてくれ、人間として見えているものから目を背けないで。生きてくれ生きてくれ、人間として私もここで。こだわってこだわってこだわり続け、誰彼に偏屈と言われたとしても、生きてくれ生きてくれ、人間として私もここで生きている。私なりにここで生きている。どうもありがとうございました。ご通行中の方から、リクエストがありました。愛する者のためにと自分を偽って転勤に応じたあなた、バラバラの家族は本当に幸せでしょうか。人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。綺麗事でも手は行けないと、いじめる側に回ったあなた、会社の中にあなた、心の友はいますか。
らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。長いものには巻かれるしかないのだと、人生を決めつけているあなた。戦う人ほど人らしく生きれることを知っていますが、人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。